樂寿館は西暦1890年明治23年に明治維新で活躍された小松宮明仁親王が湧水豊富な小浜池一帯を気に入られ別邸として作られました。昭和49年に三島市の指定文化財に指定された歴史的文化的な価値のある建物です。建物内には襖に銀箔が貼られた別名銀の間と呼ばれる白葉の間、お茶室の不老の間、天井絵が豪華な樂寿の間、大正時代に増築されたホールの4つの部屋があります。一番の見どころは樂寿の間から見る小浜池の風景。現在は水がなくむき出しの溶岩が広がっていることが多いのですが、本来は湧水をたたえた小浜池の周りを歩いて鑑賞することができる池泉回遊式日本庭園と呼ばれるもので、京都にあります修学院利休、桂利休などの流れを汲む庭園になっています。また樂寿館は高床式数寄屋造りという京風建築の優れた手法を現在に伝える明治期の代表的な建造物です。数寄屋造りの茶室の雰囲気を持つ建物は目の前に広がる小浜池や庭園と一体化するように作られており、池の対岸からは高床式の作りも見られます。建物内には襖や天井、杉板戸に描かれた千羽千鳥の図、合天井書き図などの210面に及ぶ数多くの絵画があり、こちらも見どころの一つです。絵画を描いたのは滝家庭、野口雄国など総勢13名の当時の日本画の第一人者たち。このうち6人は今でいう人間国宝にあたる帝室技芸員の絵師でした。またこれらの絵画は昭和55年に静岡県の指定文化財に指定されています。